ヘレン・アダムス・ケラーは、アメリカ合衆国の教育家、社会福祉活動家、著作家である。視覚と聴覚の重複障害者でありながらも、世界各地を歴訪し、障害者の教育、福祉の発展に尽くした。8歳の頃のヘレン・ケラーと、アンサリバン・ヘレン・ケラー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 が、東北学院を、訪問1937年7月、広報に、 ランハウザー東北学院礼拝堂、東北学院中学部生と宮城女学校、東北帝大の学生も参列した。二度目の来日をしたヘレン・ケラー。中堅八高造に触れる。ヘレンは福祉活動のみならず、広範囲な政治的関心を持って活動した女性であった。当時としては、先進的な思想を持ち、男女同権論者として、婦人参政権、 コンドームの使用を主張した。また、人種差別反対論者であり、過酷な若年労働や死刑制度、そして第一次世界大戦の殺戮にも反対した。これらの活動のため、ヘレンは FBI のよう調査人物に挙げられている。最初の訪日の際には特別高等警察の監視対象になっていた。マサチューセッツ州トゥークスベリーに設置されているヘレンと、 サリバンのブロンズ像注釈出展。ありがとうございます。